節約大全公式チャンネルのほまちです。と節約ちゃんです。だ今日はね、ドレフォンの話をちょっとしていきたい。この間競馬の龍儀さん動画上げてらっしゃったんですけど、新種馬はドレフォンの3区が6月からの新馬2歳がデビューしたドレフォン3区が、7月4日までになんともう4頭すでに勝ち上がっているんですよ。でさらに2着が2回、3着1回っていう風に非常にこう好調な滑り出しをしていて、ドレフォン話題になってますね。そんな中ね、僕のドレフォン3区種子馬、キャロットのジェネラルウィルという馬がいるんですけど、まあ、6月2日にねデビューしまして、新馬戦で、まあ新馬戦でデビューするんですけど、普通にはい、ルメール騎手を背にデビューして5着っていうね、なんでやねんみたいな、俺の馬勝たんのかいっていう、そういう話なんですけど、で、そんなね好調なドレフォン3区について、これからシルクの募集あるじゃないですか。ちょうど今リストも出てて、で厩舎も発表されてて、まあ、これからシルクの中でドレフォンいるけどどうするみたいな感じで、ちょっと先に話をしておきたいなというふうに思いました。はい、一頭一頭ね、いろいろ取り上げると一気にやるともうキリがないので、まあ、ちょっと小出しにいろいろ話していきたいなっていう、まあ今日はそういう動画です。で、皆さんドレフォンどうですか。やっぱ勝ち上がり多いからちょっと注目っていう風になってますかね。はい、僕もちょっと注目してきてるんですけど、ただそのドレフォン自身っていうのは、アメリカで 1400m 以下の G1 を3勝してるのかな。そういうこう、ストームキャット系の種馬です。なので普通に考えたら、早熟の、まあ、芝ダート兼用で 1400m までの種馬っていう印象なんですよね、普通今までのストームキャット系って。だから、まあ、正直その去年の初年度3区募集で出てきた時はあんまり触手が動かなかったんですよね。ですけどやっぱデビューしてみたら調子いいじゃないですか。だけど、早熟っていう傾向がストームキャット系あるので、まあやっぱ早熟だなっていう感じしますよね。いきなり4頭勝ち上がってて、そういうイメージ。ただそれだけでは終わらないかもしれないポイントっていうのがいくつかあって、まずね、社大グループが輸入して結構力を入れてるってことですね。ノーザンファーム、社大ファーム、両決馬にガンガン種付けしてるじゃないですか。で、それで結果を出してるっていうのがまずある。はい。あと、ドレフォン3区、母父キングカメハメハの、ジオグリフっていうサンデーレーシングの馬が、芝 1800m の新馬戦を勝ち上がったっていう。なので、なんだこれ、クラシックディスタンスもいけんのかみたいな、そういうのがちょっと出てきてるっていう。はい。あと、まあ、ストームキャット系なんですけど、ストームキャット系かけるそのバイスリージェント系っていう、黒船と同じ系統なのでが母父の方に入ってるので、母系に入ってるので、もしかしたらその黒船っぽさっていうのがあるんじゃないかなっていう見立てもできますよね。なのでその3点が、普通のストームキャット系のなんか早熟の種馬で終わらない可能性っていうのがあるなというポイントになってきていると思います。はい。で、そんな中、シルクで4頭今回募集リスト上がってて、この4頭ですね、関東2頭、関西2頭みたいな感じで上がってますけど、それぞれね、その母名と母父母系の方、ソーディバインという馬がキンシャサの奇跡×エリシオ、サトノオニキスがディープインパクト×ジェネラス、スペシャルグルーヴがスペシャルウィーク×フレンチデピティで、メテオーリカというのがディープインパクト×エルナント、全部ですね、そのキンシャサは短距離馬だけど、エリシオはヨーロッパの血統だよね。重厚な血統っていうのが母系に含まれてるんですよ。だからみんなしっかりと重めのとこを入れて、その距離適性みたいなのを補ってる配合をしてるなっていう、だから距離持つんじゃないか感っていうのが出てるなっていう、これはね悩ましいなっていうふうに思ってます。はい。そういう配合のパターンで、ジオグリフがしっかり新馬勝ちをね、 1800m のレースで新馬勝ちをしてるっていうのがあるので、というのを踏まえて、僕の考え、小町の考え、あくまでも試験ですから、まあっていうのを置いといて、僕はどうするかって話なんですけど、とはいえやっぱストームキャット系っていうのがそのダービー勝てる底力があるかって考えたら、やっぱちょっと疑問なんですよね。そこは分かんない。ストームキャット系でダービー勝った馬っているのかな、なんか記憶にない。まあダービー狙うっていう話を、ダービーを狙える馬に出資したいっていう話を最近してるじゃないですか。だからそのダービーを狙えるのかってなったらちょっと微妙だなと思う。もしね、そのダービーに出てて、ドレフォン3区がで、その馬券検討するときに、そのクラシックバリバリ血統、ディープ系の種馬、サンデー系の種馬がバリバリのやつと父ドレフォンっていうのが並んでたら、おそらく切るなみたいなふうに思うんですよね。イメージの問題だけど、うん、あくまでもダービー狙いの馬を買うコンセプトなので、ちょっとね僕は買わないかなっていうのが考えているところですね。はい。で、ドレフォン自身、その社大グループがなんで輸入したかって、やっぱサンデー系がこう日本の中で飽和してるじゃないですか。飽和してきて、その緩衝材的に血統の飽和を防ぐために入れたと、輸入したと思っているので、なのでその次のクラシック血統のその母父用として輸入してるんじゃないかなというふうに思うんですよ。小町の結論は、ドレフォン3区っていうのはその黒船みたいに結局そのなんか芝2000以上の重賞勝ちをする馬出てこないんじゃないかっていうふうに、なんかそういうふうになってんじゃないかなっていうふうに予想をしてます今のところ。でも牝馬あれだと思うんですよ。
あの桜花賞はマイルだし、阪神ジュベナイルフィリーズもあるし、で黒船っていう風に考えれば、その牝馬狙いって最高ですよね。あのソダシとかアイロリットとか黒船3区で NHK マイルカップアイロリットも勝ってるし、ソダシはね桜花賞も勝ってるしっていうのがあるから、牝馬狙いは最高なので、キャロットでやっぱり母馬優先狙いの牝馬を買いたいということで、シルクは10っていうのが結論です。はい、あとはあのアキラさんがねめちゃ馬体がいいっていうのがいたら、あのちょっと考えるかもしれないですけどね。はい、っていう感じで、以上です。今日は、はい、よかったら、いいねとチャンネル登録、あとお得意の動画もぜひご覧になってみてください。いろいろやってます。はい、というわけで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。